人間の動きの捉え方として大事になってくるのが、頭があるでしょうと。まあ、お腹のラインか、背中のラインか、どっちかで、足先までを、ラインを取ってみる。動きのラインですよね。背中で言ったらこの人の場合は、こっちのラインですよね。これですよね。これをパッと見た時の印象で、トリマー、頭のてっぺんから、まあ、足先、ここまでをざっと一本の縦線で捉えてみるっていうのが結構大事になってきますよと。これが一番最初だとしたら、まあ、ここからここの腕とか、あともう片方の足は、まあ、おまけというか枝分かれした線として捉えていただくっていう感じですよね。なので縦線を捉えます。で、縦線を捉えることができたら、まあ、そこの縦線から腕とこっちの足が、まあ、どこら辺の位置にあって、どこら辺からこの縦線とつなぎ合わせていけば、まあ、整合性が合うのかっていう感じで、これ2番目に書いていくっていう感じですよね。これが2番目。あらかた2、3回練習すると、だいたい多分感覚はつかめてくるんじゃないかなと思うんですけど、ここの2番目までできたら、ここから初めて、まあ、胴体の大きさとか、あとは、まあ、足の太さとかもこうやって肉付けしていけばいいんですけど、まあ、ただ、この方ってスカート履いてるじゃないですか。なので、スカート履いてるときは、もう足隠れてますから、これでいいですよね。これ。これ、もう全身の人間が出来上がっちゃいますよということですよ。まあ全身が描けない大きな理由として僕もしょっちゅうあるんですけど、まあこの人で言ったら、ここのなんかシワの線とか、ああなんかここのスカートのこのひだ部分の部分とか、なんかここのなんかシワだったりとか、あと髪の毛のここのお団子結びのなんか髪の毛のラインとか、まあ、あとは顔ですよね。顔の細部だったりとか、そこら辺にこう、意識が集中しすぎちゃう。目線がですよ、行きすぎちゃうから。だから、全身の、ここの、大きさっちゅうものが、目に入ってこなくなっちゃうんで、うまく描けないぜ、というような感じですよね。なので、見方としては、まあ、全体の高さを見て、で、その後に、腕とかね、足とか、そこら辺を見て、で、最後に、細部として、これを書いていけばいいと。まあ、細部といってもまだまだぐちゃぐちゃですけど、そういう順番がいいですよっていう感じですね。こっちの方も同じですよね。まず頭捉える。頭も、なんか頭の、なんかこういう、ちゃんとした顔の形ありますけど、こういうね、まあ適当ですけど、これで捉えなくていいですよね。最初も、ここの顔のパーツがついてるこの面だけ、四角形でいいですよね。これでいいですよ。これでいいです。こっからちょっと余裕が出てきたら、この人ちょっと下をうつむいてるので、こういう立体でイメージしてみるといいと。まあ、その後に立体を付け加えるような感じですよね。だけど、そんなことはしなくていいぞと。最初はこの面だけで考えていくと。で、面が取れたら、まあ、この方の場合は、こちらの方と違って、お腹のラインで取ってみると。お腹のライン、あとは、こっちの足のラインですね。こういう一本のライン。まあ、あるいは、こっちじゃなくて、こっち側。これで捉えてもいいですよね。これですよね。で、こっから、肉付けをしていくんですけど、ただ服を着ていると肉付け感っていうのが分かりにくくなるので、まあヒントの線として、プラスで、もう肩のラインですよね。肩のラインと、あとこの骨盤のライン。ここのなんか骨盤のラインというか、腰か。腰のラインとかはまた別の動画で上げてるんで、見ていただければと思うんですけど、ここの横のラインをざっと決めると。これが2番目。さっきと若干アプローチ違うんですけど。で、それが決まったら、さっきの順番に戻るんですけど、腕を生やす、足を生やす。で、そこから細部に移動する
いうような書き順ですよね。それでやっていただくのもありかなと思います。あとはそのなんか人間の人体とかもさっぱりわからんと、もうわけがわからん、もうイライラしてくるとかっていう方はもう人体とか無視していただいて、シルエットで捉えるっていうやり方もあります。なんかシルエットで捉えるやり方はね、またこれもまた別の動画で言ってるんで、それもねなんか概要欄載せておきますんで見ていただいたらいいんですけど、これですね、もうシルエット全体の外縁をこうざっと捉えた時に、まあ、ここの三角形ができるじゃないですか。これがまずステップ1ですよと。でステップ2としては、ここの三角形から見るべきところは、ここの人間がいるここの形のところではなくて、こっちの空間ですね、こっちが大事になってきますよと。今塗ってるところですよね、ここここですね、こここう、これが2番目です。なんで1番目で三角形のシルエットをざっくりと見抜いて、でそこから2番目をくり抜いていく、このね2番目のくり抜き作業をどん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 細かくやっていくと人間に見えてくるんですよね。こういうふうにちょっとくり抜いていきますけど、こうくり抜いていくぞと。そしたらどうですかと、まあ、横向きで立ってる人に見えたり見えなかったりもしたりしなかったりするんじゃないかなと思います。でここまで書いてみて、あなんかいい感じだな、横向きの人間っぽいなって感じたら、そこから、細部の、まあどこでもいいですけど、頭と首をちょっと区切ってみるとか、上半身と下半身を区切ってみるとか、足首を区切ってみるとか、いろいろどん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 区切っていって空間を見ていくと、こんな感じで大体の人間の比率に合ってる正しい人間の形が出てきますので、そういうやり方でも人間のね人体がようわからんぞ、イライラしてくるぞという方は、これが最初はおすすめかなと思います。あとは物の見方としては、こういうポージングですよね。これとかって足が手前側に出てて、この見えてないお尻の部分とかあったりとかして、レベルが高いじゃないですか。難しかったりするので、まあそういう場合とかは、さっきの最初に紹介したやり方とほぼ似てるんですけど、まあ、頭かいて、ここまでのとりあえず、お尻のところまでちょっと縦線引くんですね。でそこから、まあ2番目に印としてつけていただきたいのは、ここの膝とか、足首とか肘とか肩とかのジョイント部分ですね。まあ関節なんですけど、この関節を2番目にこんな感じでちょっとチェックしていただくというか、こう印をつけていただくんですよね。こういう感じで。で、印をつけて大体の距離感とか、まあなんか合ってるなっていうふうに感じたら、そこからこういうふうに、さっきの順番に戻るんですけど、こうつなげていくと。こうつなげていく。まあこうするとなんとなく人間っぽいというか、なんか人間が何かしらなんやかんや楽しそうな動きしてるなっていうのが、まあ見えてきたらいいかなと思います。で、これができたら、これ手前側に足が出てるんで、まあそういう場合は、まず見えてるところから先に埋めていく。こんな感じで見えてるところ、あるいはまあよく目立ってるところから先に書いていって、こんな感じですね。でここの見えてるところを書いていって、これがまあ合っているなというふうに感じたら、これに合わせるような感じで奥のお尻とかこっちの上腕とかを整合性を合わせるように書き進めていくというような手順でもありかなと思います。